はい、皆さんこんばんは。こんばんは。カッパチャンネルです。久しぶりのカッパチャンネルです。イエーイ。ちゃんとしたやつです。ね、2023年今年も皆さんどうもお世話になりました。ありがとうございました。新体制に、ね、なって、そうですね、今年から大関店長新体制になって、1年間どうでしたか。大変でしたけど、皆様のおかげで1年間やりとうございました。そして平均年齢が少し下がりました。下がったね。ほんの下がったね。もうちょっと40代以下がいいね。いや、いや、みんな、みんな来てほしいんですけど、来てほしいんですよ。来てほしいんですけどっていうことです。ちょっと年齢層上の方、あの居酒屋星野へぜひね、お越しいただければいいかなと。ここでちょうどね。そう思いますよ。ね。わけでね、来年も。よろしく。あ、何とぞ。どうした？どうしたんですか？停電力モードのあれが出てるけど、これは続いてるのか。いや、わかんない。うん、続く。あ、続いてた。撮影者はさくらです。ごめんなさい。カットするわ。お願いします。はい、というわけで、年末なんでね、今年もやりますよ。競輪グランプリ2023大予想。これをしないとね、1年が終わりませんよ、ね。終わらないし、再生回数も出ない。出ない。一番、カッパーチャンネルで一番再生回数がいいのが、ライブハウスの競輪予想チャンネルでっていう。らしいけども、この展開予想ね、いろいろありますけど、あれですよ。新山は逃げる。みんなね、ケリングランプリなんで、やりたいことやって勝ちたいわけ。新山は逃げて勝ちたい。秋元はまくって勝ちたい。清水さんもまくって勝ちたい。正木くんはどっかいいとこから行きたい。もう深谷はね、ドカーンと自分のパワーを見せつけたい。6番、山口か。この人が一番器用。何でもできる。うん、というわけでね、したんですけど、まあ本命一番の予想は、まあ1年間通して一番調子の良かったやっぱり古性選手ね、古性選手を頭に考えました。でドッグレムで出てくる2番佐藤慎太郎選手でね、やっぱあの仕事ができる 松浦選手で4番増木君、このボックスでこれが一番の本命ですね。次はやっぱ立川なんでね、4番、増井選手、1着 !2 番、2着、佐藤慎太郎選手、3着 !3 番、松浦選手。で、6番。これ結構いい配当になるんじゃないかな。6番、ね、山口健也くんが入ってくれればいい配当になるんじゃないかなと思います。あとはね、1、2、4、6のボックスで、今年は勝負したいと思います。毎年当ててますからね、一応ね。一応。まあ、皆さん参考にされてください。あとね、あと、大関店長の今年は予想もありますよ。なんといっても大関君はね、霊能力者でもあります。最古な。最古な。お化けが見る。そんな感じで、もう、思い出補正プラス、直感、霊感、第六感ということで、僕は、4-5、4-7、これが僕の脳みそにこう稲妻をズババンと落としやがった数字の組み合わせでございますので、あるかもしれないね。全然ないことはないでしょ。 俺唯一深谷さんを入れてないもんね。そうなんですよね。平成の怪物と言われた男ですよ。そうなんです。平成の怪物、やっぱ、ね、4番かぶってるな。4番は一緒なんですよ。これあるかもな。そう、あると思ってるんですけどね。5番に関してはちょっと思い出補正もあるんですけど、ね、初めて人生でやって勝った時が5番に頭だった。強かったからね。強かったんですよ。すごかったんですよ。強かった。でも復活してほしい。怪我さえしなければね。そうなんですよね。この頃復活も込みで競輪界を支えるんですよ、うん。まあこれからもね。でもこれを機にグランプリ取って来年はもう深谷の年になるかもしれないし、ね。うん。だけどまあ復活も、あ、そう、年末ドカンと言ってほしいよっていう4-5。いいね。と、これ折り返さなくていいの4-5、5-4。いや、4-5です。4-5です。俺の霊感直感第6感がそういうふうにおっしゃっておりますの で、皆さんね、競輪グランプリぜひぜひ、一応もうやったことない方はぜひね、遊びに行ってみてはどうでしょうか。うちの実家のすぐ近所なんでね。そうですよ。もしかしたら美智子に会えるかも。そう、あ、うちの母です、美智子ね。
女性版のベイビー星野がいらっしゃいましたらそっくりやけどすぐ美智子様です、ね、というわけで今年も1年間皆さんどうもお世話になりました。また来年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年を。さよなら。